おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、なんだか無性にね、バーガー系が食べたくなりまして、またね、ウーバーイーツでバーガーキングさんを注文したんですよ。で、今日はね、そちらを食べていこうと思っております。なんかね、いろいろ頼んだ。ワッパーとか、あんま覚えてないんだよな。とりあえずね、ちょっと一旦ここの板の上にメニューを載せていきます。はい、ってことでこんな感じで準備が整いました。あのね、買いすぎてちょっと自分でも何頼んのかよく分かってないというか正直ね、見た感じあんま分かんないんですよね、どれがどれだか。まあとりあえず注文表見ながら紹介しながら食べてまいります。まずはと、よし、準備 OK。 それでは早速いただきます。まずどうしよう、ノーマルのワッパーから食べたいんですけど、どれだろうこれ、あ、これかな多分。まずこれ普通の、よいしょ、ワッパーさんでございます。イエイ、うまそう、よいしょ、はあ、いただきます。うめえ。このお肉がね、ジューシー、めちゃめちゃうまいなこれ。ワッパーってね、レギュラーサイズとハーフサイズの2種類があって、今回ね、そのレギュラーのサイズを頼んだんですけど、1個がね、めちゃめちゃでかい。これがね、ワッパーじゃないものなんですけど、やっぱね、こうやって見比べても大きさがね、全然違いますね。食べ応えがすごい続いてこちらのワッパー、まあ、見た目は一緒なんですけど、多分ね、スパイシーワッパーとかいうやつ、多分よっ。え、そういう系？あれ、間違えた、なんか。ん？あれ？スパイシーいる？あ、辛味きたわ。なんていうかね、ソースのベースがバーベキューソースっぽい、なんかちょっとね、甘めのソースなんですけど、こう食べてると後から辛さがビリビリビリってくる。そんな辛くないですけど、めちゃめちゃうまい。ただソースがすごい。ちょっとコーラを。合うなー。やっぱ合うなうめえ。で、これナゲット、ナゲットはこんな感じでございます。でね、デリバリーで頼むと、このソース、このバーベキューとハニーマスタード両方頼んだんですけど、なんかこう入れ物がついててね、めちゃめちゃ食べやすい、ありがたいですね、こういうの。とりあえずバーベキューから。あ、うん、しっとりしててうめえ。うん、バーガーキングのナゲットうめ。ちょっとこのハニーマスタードも、うん、あ、これ甲乙つけがたいな、どっちのソースもうまい。で、オニオンと、甘いタマネギのね、この甘みがジュワッと広がる。うまっ。うん、これがココナッツシュリンプってやつ。あ、ココナッツの香りする。何このメニュー、超うまい。あ、なくなっちゃうな、少ないな。これ超うまい。やった！
最初ね、あのココナッツいらっしゃいますみたいな、なんか弱くて分かんなかったんですけど、食べてるとだんだんね、後味にココナッツが追いかけてきて、甘みとかはないので、ココナッツの香りでね、この香ばしさが上がる感じですね。これめちゃめちゃうまい。絶対次にも買おう。じゃあちょっと続いて、ワッパーじゃない子ダブルチーズバーガーを。中身はこんな感じでございます。やっぱワッパーと比べると結構小ぶりですね。うん、うまい。チェダーがいい風味してますね。うん、全部うまいな。では続いてこちら、でかっ。こちらがデラックスハッシュワッパーってやつなんですけど、中にね、このハッシュドポテトとかが入ってるんですよ。すごいな、超炭水化物じゃん。いただきます。うん、すごい分厚くてかじれない。あ、でもうめ。うん、うん、ハッシュドポテトが中に入ってるんで、もっとねボソボソしてるかなって勝手にイメージしたんですけど、お野菜とかソースがふんだんに入ってるんで全然ボソボソしなくて、これ相性めっちゃいい。うん、ただ普通の人がこれ食べたら1個で腹パンになると思う。めっちゃお腹いっぱいになりますよ。これはね、重量感がすごい。うん、あ、これも喉に詰まる。じゃあちょっと続いて、このワッパーじゃないシリーズ、これがね、照り焼きダブルビーフっていうバーガーですね。よいしょ。照り焼きソースにパティが2枚って感じですね。うん、ソース自体はうまいんですけど、やっぱこのなんかワッパーじゃない他のバーガーのパティってちょっと冷めるとパサつきが目立つかもしれないです。うん、味付け自体はめちゃめちゃ美味しい。あ、こんな違うんだ。うん、ではちょっと食べ比べってことで、続いてはこちら、照り焼きワッパーですね。はい、中身こんな感じ。やっぱワッパーシーズンうめえな。どっちの照り焼き食べるって言われたら、もう断然間違いなくこっちですね。うん、そしたらこれ、ワッパーじゃない側の最後。これがね、スパイシーチキンでございます。なんかこんな感じですね。まあおそらくね、ソース自体は先ほどワッパーで食べたスパイシーのものとほぼ変わらないと思うんですけど、まあ、ちょっといただきます。食べ応えとかも含めて、こっちのね、やっぱり、バーガーは全体的にあの軽食って感じ。ワッパーとかに比べるとトマトとかね、結構野菜が少ない分すごいシンプルな味がする。ただ中に入ってるチキンは全然ねパサつきがなくて、かなりジューシーな食感に仕上がってるんで、こっちはね結構冷めてもそんなに気にならないぐらいの感じだと思います。うん、もちろんこれとかこっち側にあったね、通常メニューも美味しいんですけど、ワッパーシリーズがね、うますぎるんですよ。だからこう、一緒に食べると、あ、ワッパー系食べたいって思っちゃう。正直。さすがにこんだけ食べると、
お腹に溜まっていますね。こちら側のお皿は完食でございます。ラストでっかいんだよね。こちらがね、トリプルワッパーチーズでございます。その名の通りね、見てパティがね3枚入ってるんですよ。分厚い。僕でもこの上から下まで一かじりできるか分かんないぐらいめちゃめちゃ分厚いです。ちょ、いただきます。いけるかな。あー、めっちゃ肉。うん、ギリギリ、口がギリギリ、すげえ分厚い。バンズの厚みに対してお肉がね、多分2倍ぐらい、もうちょっとあるのかな、それぐらい肉があるんで、一口かじると口の中がねほぼ肉になる。ハンバーガー食べたいならワッパーとかダブルワッパーにした方がいいと思うんですけど、肉は食べたいならね、これ。そしたらこれでバーガーの最後の一口でございます。うん、はい、ああ美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということで今ねバーガーキングさんの方すべて完食いたしました。まあもちろん他のねバーガーショップとかのバーガーも美味しいんですけど、ワッパーシリーズ、これはね、なかなか他のお店じゃ食べられないようなもう看板商品なんで、もう大満足でございます。もちろんね、通常のワッパー以外のバーガーも美味しいですし、またこのサイドメニューもね、美味しいものばっかり。このエビがね、感動した。びっくりした。またいろんなね、期間限定メニューなんかもコンスタントにね、販売しておりますので、この動画を見てね、バーガーキング食べたくなっちゃったって人はね、ぜひお店に買いに行ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。